はい、冷却とトラブル改善プロの杉山です。こんにちは。はい、今日はですね、冷却塔の更新についてのですね、お話をしたいと思います。冷却塔ってですね、小さなものから大きなものまであるんですけど、今日話するのはどちらかというと比較的大きなですね、タイプの冷却塔についてお話します。大体角型のですね、幅がそうですね、2メーター500か3メーターぐらい。で、高さも3メーター。で、奥行きで言うと、そうですね、2、3メーターやっぱありますかね。それがこう何連にもこう繋がっていると。で、この冷却塔の、更新、大体ですね、水処理をこうやってない冷却塔でですね、更新がですね、大体15年とかですね。20年使えるっていうのは、水を全くこう管理されてなくて20年使えるっていうのは、もうその頃かなりこう冷却能力低下してるのかなというふうに思います。で、その更新の、なんですけど、その時にですね、一番困るのが、めちゃくちゃですね、お金がかかります。まず冷却塔の新品をですね、購入しなくちゃいけないと。で、それと、まずそのスケールが充填材にですね、目詰まりをしているものをですね、今度産業廃棄物としてこう処分をですね、しようと思ったら、冷却塔の新品の重さのですね、大体 4,5 倍ぐらいの重さになっていると思ってください。仮に冷却塔あたり、1トン重量があるとすればですね、今度更新で撤去しようと思った時にはですね、4、5トンぐらいのですね、重量になってます。で、産業廃棄物っていうのはキロあたりいくらっていう、こう処分の仕方をしますんで、その5トンなら5トンかけキロ単価っていう話になってきて、実は新品の冷却塔とですね、変わらないぐらい、下手すれば、3倍費用がですね、かかるという場合もですね、ございます。で、それと、もう、その、冷却塔の重さがですね、4、5トンになってくると、普通にですね、クレーンで吊ろうと思ってもですね、簡単にこう吊ることができません。で、冷却塔自体ですね、そんなその、重たい重量に耐えれるようにですね、実はあまりできてなくて、フレームとかですね、めちゃくちゃ細いんですね。で、大半がですね、プラスチックでできてますんで、クレーンでいざ吊り上げようと思ってもですね、もう冷却塔がこうたわんできて、吊ることができない。かなりですね、大変なことになります。で、結果的にその長年ですね、何もせずに使い続けた末路がですね、そのような撤去するときに大ごとになると。で、この撤去するときにあまりに重すぎるんで、そういった中の充填材をですね、抜いて、撤去しようということになるんですけど、その充填材一個一個もですね、もうコンクリートの塊みたいに重くなってるんですね。で、なので、簡単にですね、こうバラすことも容易にいかなくなるということがですね、あります。もう本当はこの水の管理をですね、やっぱりこうしっかりしないと、結果的にそうやって大体15年ぐらいでですね、冷却塔がこうダメになる。これは地域の水質にもよるんで、一概にこう言えないんですけど、私たち九州の感覚でいくとですね、九州は水の中にシリカが非常に多いんで、そのスケール障害でその充填材がもうガッチガチに固まってるっていうのはですね、たまにこうやっぱ見かけるんですね。で、そういったのは非常にこう撤去にお金がかかる。新品プラス撤去で工事費用もですね、めちゃめちゃかさんでしまう。で、なおかつそういった大型のクレーンをですね、屋上なんかにこう設置してある場合は必要になるし、そこからどうやって冷却塔を下ろしてくるんだっていうのがですね、かなりこう問題になってくるということです。はい。で、その間ですね、やっぱ15年間熱効率の低下をやっぱしてますんで、例えば電気代がですね、非常にそのコストがかかっているとかですね、目に見えないところで意外とこうランニングコストかかってますんで、そういった面ではやはり私たちはその普段から水の管理をしっかりしてですね、そういったスケール障害を防ぐということが非常にその重要なポイントになるのかなというふうに思っております。
はい、本日はですね、まあ、冷却と更新に関するお話をですね、させていただきました。で、私どもはですね、まあ、そういう更新とかですね、工事関係はあまりやってないんですけど、そういった冷却との起きる、水のトラブルとかですね、メンテナンスなんかはやってますんで、ぜひお困りの方はお声かけいただければと思います。はい、本日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。